それでは今回は起業1年目お金の教科書について解説します。お金をかけずに起業する方法、ゼロからお金を生み出す、自信を持って価格を上げる方法など、起業1年目からお金に困らない12個の秘訣について解説したいと思います。まず最初に、お金があったらうまくいくって人多いんですけど、そういう人にお金を与えても絶対にうまくいかないです。宝くじ当たってそのお金を増やせる人は全くいないのと一緒です。お金があったらうまくいくってことは絶対にないし、そういったことを言ってはいけないです。お金についてしっかりと勉強することが大事です。まず最初1個目、起業1年目からお金で困らない人は0円でどこまでできるかを試すです。起業にはお金がかかるってイメージを持っている方多いです。借金をして起業する方法もありますけど、借金をしないで起業する方法もあります。起業してうまくいっている人はお金がなくてもできることをしっかりやっています。皆さんがもし仮にお金がなかったとしても、今やれることはたくさんあるってことです。例えば店舗を出したかったら、いろんな繁盛店を見に行ってアイデアをノートに書いたりしたり、必要な資金をコツコツ貯金したり、土日だけ飲食店で修行したりすることができます。事務所を自宅にしたりとか、ウェブサイトも最初は無料のサービスを使うとか、 SNS を活用するとか、小さく起業することも可能です。お金以外のものを若いうちに蓄積することをお勧めします。おすすめが5つあります。1つが知識です。しっかりと勉強してインプットを増やすことです。2つ目がスキルです。話すスキルだったり、書くスキル、マーケティングのスキルを磨くことです。3つ目が人脈です。一緒に頑張る仲間だったり、メンターだったり、お客様です。4つ目が実績です。コツコツと実績を作ることです。5つ目が自信です。稼いでない自分すら好きになることです。情熱を持つことをお勧めします。2個目、起業1年目からお金で困らない人は勉強をお金に変えるです。学んだことをお金に変えればいくらでも学ぶことができます。例えば1万円のセミナーで学んだことを1000円で10人に教えれば、1万円の投資はすぐに回収できます。ビジネスでは回収を考えながら投資することが大事です。学びっていうのは思ったよりお金に変わるものです。例えば学んだことを勉強会を開いてシェアするっていう方法もあります。情報とか知識っていうのは様々な方法でお金に変えることができるってことです。3個目、起業1年目からお金で困らない人は自分のお金の恐怖心をあらかじめ知るです。お金の恐怖心っていうのはビジネスにかなりの影響を及ぼします。例えば常に不安で眠れなくなる方も多いです。お金がいくらあるかっていうよりも、お金にどれくらいの恐怖心を持っているか、これを理解することが大事です。例えば貯金100万円以上ないと不安な人もいれば、1万円でも平気な人もいます。皆さんはいくら以上だったらお金の恐怖心を感じるか、しっかりと考えてみてください。一時的に赤字になっても、経営者の精神状態が安定していて、しっかり判断と行動ができれば最後にはうまくいきます。冷静な判断ができる人っていうのはお金を単なる数字だと認識してます。冷静にお金を見るために、起業家っていうのはお金に価値を置きすぎない方がいいです。お金に縛られる人っていうのはお金に価値を置きすぎているからです。恐怖をコントロールできればお金もコントロールすることができます。4個目、起業1年目からお金で困らない人はまずは1円を稼いでみることです。1000万円1億円をもし稼ぎたいのであれば、まずは1円を稼ぐ経験をすることをお勧めします。少額でも誰かからお金をもらう経験っていうのは人生を変えます。僕は副業で始めた時に稼げたお金っていうのは最初20円でした。お金を稼ぐっていうことは人の気持ちを動かすことです。まずは一人に売ることから始めてみてください。一人から買ってもらえた時に、あなたはゼロからお金を生み出して人の心を動かすほどの魅力を作り出したっていうことです。一人一人に丁寧にセールする練習が最終的には一気にたくさん売るための近道になるってことです。1円でもいいです。友達に提供してコーラをおごってもらうだけでもいいんですよ。まずは最初の一歩、人にありがとうって言われる経験をどんどん積んでほしいと思います。5個目、起業1年
年目からお金で困らない人は時間ではなく価値をお金に変えるです。1億円を稼ぐこと、1000万円を稼ぐことはしんどくて大変なことだと思っている人が多いです。ずっと会社員とかアルバイトをしているとたくさん稼ぐには長時間働かなくてはならないという時間ベースの考え方が染み込んでしまうケースが多いです。しかしこれは間違ってます。時間とお金を切り離して考えるのが起業家的な発想です。商品名を変えただけで売り上げがドカンと上がったりとか、チラシのキャッチコピーを変えたらバカ売れしたなど、ちょっとしたアイデアがゼロから価値、お金を生み出すことが多いです。これらっていうのは5分で思いつくかもしれないし、数年を要するかもしれないです。だから時間に比例するものではないんですよ。起業家にとっては売り上げに比例するものっていうのは時間ではなくて価値ってことです。闇雲に動き回るのではなくて、お客様にとっての価値を考えることや、世の中に自分はどんな価値提供をできるのか、その価値を増やす方法を考えることに時間を使った方が売り上げとか収入は大きくなるってことです。6個目、起業1年目からお金で困らない人は価格を3ステップで決めるです。まず価格を決めるには固定して考えるといいです。例えば10万円と価格を仮に決めてしまいましょう。この時にやるべきことは4つあります。1つ目が買ってくれそうなターゲットを考えることです。例えば20代の男性向けとか。2個目が欲しい売り上げが得られる数量を計算するってことです。100万円であれば10万円かける10個とか。3個目が満足してもらえるようなサービス内容を考えることです。例えばヒゲの医療脱毛とか。4個目が必要なコストを計算することです。人件費や機械代など。その後に20万円の場合、50万円の場合というふうに価格を変えてみて、同じように条件を洗い出してみてください。それらの選択肢を比較して良さそうなものを選択することです。ここでは3ステップで決めることをお勧めします。1個目がまずは判断をせずに選択肢を洗い出すことです。2個目が一番良さそうなものを判断して選ぶってことです。例えば20万円がいいかなとか。3個目が最後は決断することです。よし、20万円で行こうと。この3ステップで決めると早くすっきり決めることができます。また欲しい収入から逆算して考えることです。1000万円であれば10万円かける100個と、制約率が 50% であれば200人にアポを取ると、1日1人アポ取れば OK とか。3000万円の収入が欲しい方は10万円かける300個になります。制約率が 50% の場合であれば600人です。1日に2人のアポが取れていなければ3000万の収入は達成することができないです。欲しい収入から逆算して今何やるべきかをしっかりと考えることをお勧めします。7個目、起業1年目からお金で困らない人は安すぎると思いながら売るです。自分が高いと思っている商品っていうのは売れないです。売れない人っていうのは商品に自信を持ってないケースが多いです。一方、売れてる営業マンっていうのはこの商品は安い、買わないと人生で損するとまで思っています。心からこれは買った方がいいと思っていたら、セールスのテクニックなど本来必要ないです。まずは自分がその商品はいくらが妥当だと思っているかチェックしてみることから始めてみてください。8個目、起業1年目からお金で困らない人は満足してくれる人を相手にするです。価格を上げることに不安を感じている人の中には、売った後のクレームが怖いと考える人も多いです。しかし実は多くの場合、高い金額を出してくれた人は紳士的です。満足度も高いです。例えばスーパーで安いお菓子を買った時、適当にパクパク食べてしまいます。一方、高級なスイーツを買った時っていうのは大事に食べます。人っていうのは高い価格を払った時の方が満足感を得やすいってことです。クレームがもし嫌なのであれば、逆に価格を上げた方がいいです。価格を上げるっていうのは客層を変えることだと考えてもいいです。9個目、起業1年目からお金で困らない人は売上のために行動しないです。売上が少ない理由っていうのは、多くの場合セールスしていないからです。営業は嫌いという理由でセールスを避けている人が多いです。セールスはこのように考えてください。幸せのお裾分けです。そう考えると大体うまくいきます。友達に聞かれた時に、この映画良かったよとか、あのコーヒー最高など、他人の商品ならほとんどの人が勧められるはずです。しかし自分のものになると途端にセールスができない方が多いです。これはなぜかっていうと、自分の売り上げのために売ろうとしてしまっているからです。
自分がこの商品に助けられたとか癒されたとか本当に心から良かったと、それをお裾分けする感覚で人に勧めれば営業にも余裕が出てきて説得力も増します。10個目、起業1年目からお金で困らない人は配分が1対9でも喜ぶ。もし他の人があなたの商品を取り扱ってくれたり仕事を紹介してもらえるチャンスがあれば、相手の取り分が9割であなたが1割でも断るのはもったいないです。もし相手が紹介してくれなければ、そもそもお金は0円だからです。ビジネスで一番大変なのは見込み客との出会いです。集客が一番難しいです。リピーターになればそれ以降は集客コストは0円です。1回の取引で利益が出なくても長期的にはトータルで黒字になるってことです。最初は少し多めに紹介料を支払ってたくさんのお客様を紹介してもらって大きなリターンっていうのを後から得る方がいいってことです。12個目、起業1年目からお金で困らない人はお金をつながりに変える。どうせお金を使うなら他人とのつながりに投資するのがおすすめです。深い関係を作るには相手を尊重して誠意あるコミュニケーションが必要です。そのきっかけをより多く増やすためにお金を使うことはとてもいいお金の使い方です。人との出会いで人生は本当に変わります。そういう意味では人は財産であって出会いは最高の投資です。お金を使うことによって人脈を手に入れることをお勧めします。それではまとめいきたいと思います。起業1年目からお金で困らない人は0円でどこまでできるか試す。勉強をお金に変える。自分のお金の恐怖心をあらかじめ知る。まずは1円を稼いでみる。時間ではなく価値をお金に変える。価格を3ステップで決める。安すぎると思いながら売る。満足してくれる人を相手にする。売り上げのために行動しない。配分が1対9でも喜ぶ。お金をつながりに変える。起業してお金をたくさん得ればあなたは多くのものを手にすることができます。欲しいものも買えるし行きたいところにも行けます。自由も手に入ります。しかしそれを得たとしても満たされない気持ちっていうのはあります。人間っていうのは誰かのためにって思いが明確になった時にお金の恐怖から解放されます。この動画を見ている方はぜひ自分のためではなくて誰かが幸せになるために自分の人生を使いたいと思えるようになってほしいと思います。誰かのためにっていう気持ちが生まれた瞬間、本当の意味でお金からは解放されると思います。この動画見ていただいて感想とか気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックしていただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。